だいぶの向こうのね、自然の近所となりします。無事にここまで降りてきました。なかなか伊豆山は登山道が長くて、まとめる道も決して安全とは言えない道ばっかりなので、気を抜くところがないです。でも、紅葉がね、下ってくるととても綺麗なので、だいぶ疲れましたけども、それで癒されました。やっぱり伊豆山はいいですね。また、登りに行きたい。でも疲れた。これハイドレーションの上をなくしちゃったので、ビニールテープとビニールと輪ゴムで付けてます。後で買わないといけません。疲れた。We'll be right back.